どうも、レウンゲーム TV です。今回は大型アプデ後に追加された家具の意外と気づきにくい機能や小ネタを集めてみました。家具の一つ、厨房の食洗機。これを A ボタンで起動すると、食洗機が動き出し、このまま10秒ほど待ってみると、中で洗浄が始まり、ガラスに水滴が滴り落ちているのが確認できますが、この状態で約5分間ずっと待ち続けてみると、水が止まった。そしてさっきと違う音になり、また15秒ほど待つと、高温乾燥らしきモードに突入した。そしてさらにここから4分40秒ほど待ってみると、洗浄が完了し、蓋が開いた。と、全部で9分40秒かけて、本格的な洗浄が再現されるという、死ぬほど緻密な作りになっている。細かすぎる。家具の一つ、カプセルトイ。A ボタンを押すとハンドルを回し、カプセルが出てきますが、これを何度もしつこく連打し回し続けると、チャリーンって言った。と、何度も回し続けていると、何回かに1回まれに違う音が鳴るようです。家具の一つ、洞窟。この洞窟の中は、明るいところで見るとただの暗闇に見えますが、夜の屋内や暗い部屋など真っ暗なところで見てみると、よく見ると実は中がうっすらと光っており、地味にぼんやりと点滅している。またこの洞窟は4種類にリメイクできますが、よく見るとこのリメイクは中が青色に、そしてこっちは黄色と黄緑になっている。と、実は4つのリメイクで洞窟の内部の色も細かく変わっているというこだわり。ちなみにこの洞窟に扇風機の風を当てると、よく見るとものすごく微妙に葉っぱだけ揺れている。作り込みがすごい。以前カラオケセットの小ネタ集を投稿しましたが、実はこの回で見落としていた小ネタがもう一つあったので紹介します。ハッピーホームパラダイスで住民の部屋にカラオケセットを設置し、マイクを近づけると、住民の歌声にちゃんとエコーがかかるという小ネタが。ちなみにマイクなしでカラオケセットだけ置いた場合はエコーはかからず、
カラオケセットだけなくても当然エコーはかからず。カラオケとマイクを2つセットで置いた時のみこの小ネタが発動するようです。細かすぎる。展示台やサンプルケースのような展示系家具。この家具はガラスケースの中に様々な小物を展示できますが、実は展示できるのは小物だけではなく、家具が壁にぴったりひっついているので、写真や CD などの壁掛け家具をいい感じに展示することができ、このように小物とセットで置くことで様々なオリジナルの展示空間を作ることができます。遊び方が無限大すぎる。あつ森に登場する様々なライト系家具、電気をつける時の音を比べると、このようにどのライトも同じ音になっていますが、ライト系の中でも最大サイズのスタジアムのライトをつけると、機械の規模がでかいだけあって音もリアルで特別なものになっている。さらにリアルなつき方の電気といえば、このネオン看板も、この非常口も、灯り方がリアル。こだわりがすごい。以上、意外と知らない家具の小ネタ集でした。